こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、確かに昔は娯楽といえばテレビを見ることぐらいしかなかったのかもしれないですね。で、時代が変わってインターネットってもので情報を受け取るばかりではなくて情報を、ね、発信する側にもなれたってことで、楽しみっていうのが広がったんではないかなと思います。もちろん受信する側の楽しみも増えたんですけども、私が革命的だなと思うのは私たち一人一人が自由に情報を発信できるってことなんですよね。これによって私も YouTuber としてね、活動してますけども、発信者同士でのつながりとか信頼っていうのが、そういう世界が見えたのが大きいなと思うんですよ。で、私ね、こういうふうな漫画解説をしてるんですよね。実は漫画解説をしてる中で、ドクトルアスカさんというね、漫画解説が得意な方が、岡山にいるってことを知ったんですけども、こことのつながりができたりしたんですよね。で、漫画の解説をしてる者同士、共感するものがあったりとか、連帯感があったりとかっていう、そういう世界が見えます。でも片っぽね、情報を受け取ってばかりだと、これはね、なかなかね、情報受信者同士がつながることって基本的にはないんですよね。ということで、テレビを見てる人同士がつながることがあんまりないかのように、インターネットでね、 YouTube 放送を見たりとかブログを見たりするときに、同じブログを見てましたとか同じ YouTube を見てましたって人と、職場とかそれから学校や家庭、人間関係でつながることってあんまりないんではないかなと思うんですよね。で、私はね、速稼塾っていう塾を運営しながら47都道府県オフ会とか言って、意図的に私の番組を見てる人同士を合わせるみたいなことをしていましたけども、そういうことをね、しない限りは、なかなか YouTube を見てる人がね、例えば、DAIGO さんの YouTube を見てる人が、たまたまね、どっかで知り合いになったみたいなことはなかなかないと思いますし、DAIGO さんぐらい有名だったらたまにあるのかもしれませんけども、例えばね、視聴者数がなんか100名前後とか、それから YouTube のチャンネル登録者数が、3000人とか4000人っていうね、そういう人のチャンネルを見ている人同士がたまたまその辺のカフェで出会うとかね、知り合いを介して、YouTube 見てんの?みたいなことは奇跡的な可能性なわけなんですよ。でもですよ、発信者っていうのは発信者同士でもうかなりつながりますよね。吉谷さんにしても私にしても何回の対談をしただろうかっていうこともありますし、対談しないまでもお会いしたりとかね、コラボをしたりとか、ズームで関わったりとかってこと結構あると思うんですよ。で、私はね、そういうところにその発信者の楽しみっていうのがかなり詰め込まれてるのかなと思います。特にね、自分が好きな例えば漫画のこととか話したいわけなんですよ。で、今まではテレビで例えば水野晴郎さんとかね、あといろんな方が話されてましたね。どんな方がいたのか、淀川長原さんですか。ああいった映画解説者の方が話されてるのも素晴らしいんだけども、でもそうじゃない見解も私たち一市民は持ってるわけじゃないですか。その私自身の解釈を話すことによって、あ、それわかるわみたいなのね、そういうところに共感も得れたりとか、そこから派生するいわゆる副産物、デリバリーですね、デリバリーっていうのは何て言うかっていうと、配達商品ではなくて派生商品ですね。派生商品というのが出てくるわけですよ。例えば同人誌とかね、フィギュアとかね、こういったものが出るじゃないですか。一つの番組を見ることによって、オフィシャルで発売されているもの以外のものが手に入りやすくなる。同人誌とかそうですよね。同人誌なんてのはまさにね、パロディーなわけなんですよ。パロディーであったりシリアスであったり二次創作なわけですよね。題材は例えば宇宙戦艦ヤマトかもしれませんけども、でもその中の一人にスピンオフして、この人の人生はどうだったかとかね、宇宙戦艦ヤマトって物語が終わった後、この人はどういう人生を送ったのかとか、途中で戦死した人があの時死ななかったらどういう風になっていたのかみたいなストーリーがどんどん広がっていくというところに面白さがあるんですよね。ちなみにこのね、宇宙戦艦ヤマト、超合金があるわけですよ。これすごいでしょ。これね、リモコンで動くんですよね。ダーンと波動砲も打ちますよ。リモコンはこれです、ね、これで手法を動かしたりとかね、発射とかやるわけですよ。動くのかな今、オンにしてちょっと分かりませんけどね、ちょっとしばらくやってないんで分かりませんけどのとか、こちらにね、プラモデルがあったりとかするわけですよね。私の自慢はね、これですね、波動砲発射装置。これほとんど持ってる人がいないと思います。波動砲発射っつからね、こうやって打つことができるというね。これ電池入れたらここが光るみたいですけども、ただそれだけのものです。というところでね、やっぱり一つのテレビで発信してるものに関して、そこから派生したいろんなものっていうのは、それまではね、発信することができなかった、関わることができなかったんですけども、インターネットやこうした YouTube の発信により、私たちはそういったものをね、実は私はあの作品に対してこういうふうに思っていたんですみたいなところで、また共感グループが、小さい小集団ですね、そういったファンクラブができたりするわけなんですよね。それがまたね、情報の面白さを加速してるのかなと思いますし、例えばどんな人でも
料理番組をすることができるんですよね。男飯みたいな感じで、ああいうのができたりとか、映画解説も当然ね、どんな方でもやっていいわけですよ。でどんな方の映画解説でも共感が得れたりとか反感があったりとかして、なかなか面白いね、情報の流通が起きるもんだなと思いますし、その一つにお金を儲ける方法っていうのがあるわけですよね。よくね、学校とか会社ではお金の稼ぎ方を教えてくれないって言いますけども、なんその YouTube があるじゃないですか。 YouTube 見たらいくらでもお金の稼ぎ方を教えてる人がいますよ。だからそれを粛々とやると個人的に豊かになることは今できる時代なんですよね。まあ、吉谷さんとか私はね、本当にこう個人的に豊かになることを目指してるわけなんですよ。社会を豊かにするっていうのも確かに理想なんですけども、社会を豊かにするとなんかこうもわっとしてくるんですよね。で基本的にはそれも望んでいるんだけども、でも個人の力でできるのはまずは自分をしっかりと豊かに自由にすることだと思います。まあ、そのために使うのが私は YouTube 一択だと思うんですよ。まさにね、一点集中して YouTube をやることで自分自身の人生を自分らしく作り上げていくことができるんではないかなと思います。それが本当のライフクリエイター、自分のライフデザインをするってことなんだと思います。私はね、これからもね、この YouTube ってものをしっかり使っていく、まあ、YouTube じゃなくても情報発信ってものに対して真摯に向き合っていきたいなというところですね。いやー、でもね、なかなか難しい時代ですよね。資格紙面と言いますかね。これからどうなってしまうんでしょうか。そしてそれに対して私たちはどうすればいいんでしょうか。またね、YouTube の中でお話ししていこうかと思います。それでは、いってらっしゃい。